これよ、私が求めたのは。吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。以前ネクストジェネレーションバイオミレースを開封しました。あのライドバージョンが新たに発売されたので紹介させてください。S サイズよりも小さいです。僕が買った露材はこちら、ゾックスから発売されております。ネクストジェネレーションバイオミレアライトスタンダード pH 上昇抑制。まずは使用とスペックを語らせてください。スタンダードは幅1センチ、奥行き1センチ、高さ1センチです。対象淡水海水量用、材質多層ポリマー、内容量 0.4 リットル、生産国中国で価格は1200円でした。pH 上昇抑制は幅1センチ、奥行き1センチ、高さ1センチです。対象淡水専用、材質多層ポリマー、内容量 0.4 リットル、生産国中国で価格は1200円でした。特徴としては、スタンダードは全ての水槽向け基本露材です。pH 上昇抑制は水草水槽、ビーチュリンプ、ディスカスアピスなどの水槽向け補助露材です。本製品は鉱物材の天然ミネラルを含み、pH の上昇を抑える働きを持っています。この効力は水質や使用状況によって異なり、時間の経過ともに低下します。共通して驚きの浸透力と保水力を持ち、有効部の表面積は全て連続するオールコネクテッド構造です。1箱あたり900平方メートルと小スペースで理想的なバクテリアの住処を提供できます。またバクテリアの定着に最適な多孔空間が後期バクテリアを強力にサポートし、バクテリア全ての生態に安全安心のポリマー素材です。そして細かいダストは露材の溶解の心配がなく、長期使用による水回り時ももみ洗い可能です。さらに激しく洗浄して有機物を除いた後も約 70% のバクテリアをキープすることができ、専用ブラックネットが付属しています。使用後としてはご使用前に流水よくもみ洗いを行ってください。最後に注意点としては、本製品は観賞用品で他の目的には使用しないでください。とのと、それは箱の外観から見ていきたいと思います。ネクストジェネレーションバイオミディアライトスタンダード。驚異の有効表面積、有効部の表面積は全て連続するオールコネクテッド構造のあらゆる次世代型露材。高度汚染処理技術から生まれたスペシャルポリマー素材。淡水海水使用化。表面積は1ボックスあたり900平方メートル。XS サイズで 0.4 リットル。面積を換算するとリングろ過剤の2倍以上、ボールろ過剤の200倍以上あります。側面でございます。推奨使用例ということで、外掛けフィルター、外部フィルター、投げ込み式フィルター、上部フィルター、背面ろ過水槽、これらに使えます。藻型王の側面でございます。本製品はゾックスネクストジェネレーションバイオミディアのライセンス生産ラインを使用した中小型水槽向けライトバージョンです。姉妹品はこちらってことで、前回紹介したろ材が載ってます。こちらの方が表面積は多いです。裏面でございます。全てのタイプの水槽、淡水海水療養向け基本露材。ご使用の前に流水でよく揉み洗いを行ってください。驚きの浸透力、保水力。一箱あたり最大900平方メートル。バクテリアの定着に最適な多孔空間が後期バクテリアをサポートする。バクテリア全ての生態に安全安心のポリマー素材。簡単メンテナンスで長寿命。不活性の特別素材で作られています。細かいダストや露材の溶解の心配がなく、長期使用による目詰まり時も揉み洗い可能。激しく洗浄しても約 70% のバクテリアをキープするってことで、これはいいよね。専用ブラックネットも付属してます。こちらはゾックス製ですが、 MMC 企画レッドシー事業部が輸入してます。続きまして、ネクストジェネレーションバイオミディアライト PH 上昇抑制。ほとんど同じことが書いてます。裏面でございます。水草水槽やビーシュリンプ、ディスカスやアピストなどの水槽向け補助露材。本製品は鉱物材の天然ミネラルを含み、 PH の上昇を抑える働きを持っています。この効力は水質や使用状況によって異なり、時間の経過とともに低下します。あとは全部同じことが書いてます。こちらもゾックス製ですが、 MMC 企画レッドシー事業部が輸入してます。それでは開けていきたいと思います。医療バイオミディアライトスタンダード pH 上昇抑制オープン。おー、見えねえってことで、まずはスタンダードから。こちら黒いネットに入っていて、説明書などはないです。これね、最初から乾燥してます。ネクストジェネレーションバイオミディアSの場合は密閉した袋に入ってて、ちょっと湿ってたんですよ。だけどこちらはね、乾いた状態なのでカチカチしてます。メロはないブラックネットに入ってます。そして上にはチャックできる。これいいね。仮に使えるネットだな。こうなんていうかな、チャッチくないで、ヘボくないんで、水の中入れてもね、弱ることないと思います。この手が余裕で入るぐらい結構広い。こちらがスタンダードです。すごく小さいね。この1センチ1センチなんで、小さいろ過器とか投げ込み式フィルターの S サイズのやつとか入りそうだね。もちろんね、重さはとても軽いです。0.4 リットルがどれぐらいあるのか。こんな感じです。やっぱり小さいから結構量あるね。だいたい同じような大きさでね、穴も全部均等に開いてます。pH 上昇抑制の方も見ます。同じく黒いネットに入ってて、説明書はないです。こんな感じです。匂いはなかったです。色が若干茶色くなってて、穴の開き方とか同じ、大きさも同じ、弱酸性の軟水を好むような生態と相性がいいと思います。並べてみました。左からゾックススタンダード pH 上昇抑制バイオミディアSでございます。こうしてみると大きさが違うね。色味はスタンダードとバイオミディアS大体同じ。pH 上昇抑制剤だけ色が違います。そしてこの穴の開き方とか同じなんだよね。で、共にこう正方形なんだけど、微妙にね、大きさが違うのが混じってます。さらに拡大した様子です。こちら
がスタンダード。こんな感じでこの上の部分から下にかけて不規則な穴が開いてるのが分かります。でさらにこの穴の中にもね小さい穴が開いててバクテリアがとても引っかかりやすいです。そしてこの拡大してもねこうなんていうかな糸が出てたりとかほつれてることはないですよね。ちゃんとした作りです。こちらが pH 上昇抑制。これも同様に色が違うだけでちゃんと上から下全部穴が開いてます。もちろんねバイオメディアスもこんな感じで穴が開いてます。正面から見るとこんな感じ、だいたい高さが3分の1ぐらいです。なのでこの内部にね早くバキラが入ってくれると思います。厚みが1センチしかないからね速攻性も見込めるんじゃないかな。 S サイズでも大きく感じた方はかなり重宝すると思います。それで結局このバイオメディア S は良かったのかというととてもいいです。この水作エイトコア L の中に入れて様子を見てるんですけど水の透明度が上がりました。投げ込み式フィルターって水流弱いんですよ。弱い投げ込みの中でも効果があったんで外部とか上部に入れればさらに効果が上がるんじゃないかと思います。ここのね須藤の植木鉢の中にネクゾジェレーションバイオメディア S を 2,3 個入れてるんですけどこんな感じで水草が育ってます。これね低床入れてないです。砂利とか入れるとね嫌気性バクテリア湧くんでスポンジだけです。やっぱりバクテリアはちゃんと生成できてるんじゃないかなと思います。グッピーもこれだけ元気なんで今後も使っていこうと思ってます。投げ込み式フィルターに入れるとこんな感じ、左が水作エイトコア S、 右がロカボー S です。小さいから S サイズの投げ込みに入りました。純正のマットを使うとお金がかかるんですけどこれならば数年持つと思うので物理とか生物とか強化したい方は投げ込み入れて使うのも良さそうです。それでは検証していきたいと思います。このプラケースに入れて沈むかどうか見ていきます。おお沈んだわ。一部浮いてるのがあるのでかき混ぜてみます。流水でよく洗ってくれって言ったのは多分このスポンジに水を含ませるためだね。はい、こんな感じで一部浮いてるやつあるんですけどまあこれはこういう風にね空気を抜けば沈んでくれると思います。もちろん水を含めばこんな感じで弾力性は復活します。長期保存にも向いていてすぐ復活するので使いやすい。こんな感じで浮力は高くないので外部式フィルターの露材バスケットに入れても使いやすい。1センチなんだけどこんな感じで掴みやすいです。あまりにも小さいとね露材洗うの大変なんですけどそんな小さくないので洗いやすい。本当に気に入ったねこのバイオメディア S、 新しいやつ買ったらこの小さいの出ました。一応ネタバレにはなっちゃうんですけど次の水草水槽の外部式フィルターの中にこれ入れようと思います。まあこう混ぜてもいいしねこの pH 上昇のやつ入れてもいいし、あとバイオメディア S、 これとねキャビティかヘル X どっちかねプラスチック露材使おうと思うんですけど新しい露材を使ってみてどんな感じになるかっていうのを検証しようかなと思ってます。これを見たらさやっぱり試したいのあるよね。こちらの流動式フィルターです。この中に入れて回るかどうかやってみます。3分の1程度入れました。回ります。スイッチオン。あ回ってる。あ回ったじゃん。嘘やろ。これよ私が求めたのは。これよこの状態だったら投げ込み式の中でめちゃくちゃろ過能力高まるんですよ。今ねトスロ 2.0 ジェックスサイレントホース 2000S です。この3分の1ぐらいの量がちょうどいいね。こういう感じでぐるぐる回ることでこの穴にね酸素がめちゃくちゃ入り込むんですよ。そうすると酸素が大好きな好気性バクテリアってやつがいるんですけどそれがこの中に住んでくれる、増える、まあコロニーを形成することによって水質がめちゃくちゃ安定する。しかもねこれ取り出してガンガン洗っても 70% を保持するからもう管理優先で砂利も何も入れてない水槽だとバクテリアってつかないんですけどこれをやればね問題なくつくね。初日っていうかもう入れた瞬間にこんだけぐるぐる回るっていうのは想定外でした。これ回んないからねいややっぱりダメだなって言ってね終わると思ったんですけど、うわこんな回るんか。あと前回紹介したあのマルチテーブルね、今ちょっといろんな水槽使ってるんでないんですけどマルチテーブルの上にこれを置けば嫌気性バクテリアっていうのは撲滅できるんで、あとこの投げ込みってさ水流弱いんだからヒレの長いベダとかねグッピーとか、あと水流が苦手な生態これに使える。注意点としてはこのポンプねちょっと泡でかいんですよ。なので最大でも2リットル、あまり強いとねこうボコ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 音鳴って干渉の妨げになるのと、あまりねでかい泡って魚嫌うんですよ。 3.0 とか 3.5 みたいなめちゃくちゃ強いエアポンプ使うと泡がめちゃくちゃでかくなって振動に敏感な生態は逆にストレスになるんで最大でも 2.0 にとどめておいた方がいいです。もちろんね 1.0 とか 0.9 でもいいと思います。この流動式どうしようかなと思ったんですけど、こいつで使えるんなら掃除しやすいし粉一切出ないしね軽いし、ぜひ皆さんも流動式フィルター買った場合はこのスポンジを入れてみてはいかがでしょうか。とりあえずよく回ってくれたんでよかったです。吹雪テトラ。
はい、ということでぐるぐる回ってくれたのでよかったです。あらゆる路下機に使えるのと粉が出ずとても軽いので飼育の幅が広がりそうです。初期投資は高いですが純正銅材を定期的に買うよりもコストがいいと思うので普段使いに適していると思います。今後もあらゆる水槽に入れながら育成を楽しみたいです。今日もご視聴ありがとうございました。このふぶきテトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているのでぜひチャンネル登録お願いします。以上、ゾックスネクストジェネレーションバイオミディアライトスタンダードページ上昇抑制の開放予備比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。